本日天水の桜姫をやっていきたいと思います。いやめっちゃ気になってたゲームなんだよね。でそれでちょっとね今回本当はマイクラする予定だったんですけど急遽米を作ることにしました。なんかね牧場物語とルーンファクトリー好きなら向いてると言われたんですけど、まあ、それ以上にガチの稲作が楽しめるということでねやっていきたいと思います。私はパン派よりご飯派です。圧倒的ご飯派ですので相性はいいんじゃないかなと思います。それじゃあ行きますか。早速最初からだね。最初から時よげ本当に難易度が割とガチ。なんかさ稲作難易度みたいなのあるんだよこのゲーム稲作難易度簡単にした方がいいとまで言われたんだけど標準でもそんな難しいのかな。あ雰囲気いいな。やっぱり和風ゲーいいね。これ私が動かすとかではない。だでもなんか階層みたいなチャーンみたいなのがおるな。標準でもいける本当に。稲作な人ってあるんだよね。難しくない本当に。ルーンファクトリーがままごとに見えるおーおーおー。あはい、そんな形。なんかみんなめっちゃしんどそうというか疲れてそうなんだけど。招かれざる客よ。招かれざるなの？その橋渡らば。え何の橋これ。二度と帰ることは叶わぬぞ。え帰りたい。引き返せ。え何これ。あの世に行く橋でなんかめっちゃ優しい人が来るんじゃないよって言ってるわけじゃないよね大丈夫だよね。これ聞いておる。誰も聞いてないんだけど話。そこから先は頂きの世。あそういうことか。いわば神の世じゃ。人の身で踏み入って良いところではない。逆になんでホイホイ来れるの。ホイホイ来れるところなのかな。引き返せと申しておる全然話聞いてもらえてないけどようやく見つけたぜ石丸。なんだお前は。武蔵野坊弁慶みたいなやつが出てきた。この山にこんな大層な橋があったとは知らなかった。もうその風貌で橋の真ん中にいるのは弁慶なんだよ。年貢の納め時だ。今度は逃がさねえぞカツラ。カツラ石丸何故そうまでして我らを。田植えもん。あ知り合いなんだ。抜けたてめえにはわからねえだろうが。この人はカツラなのかだ。ギリギリなんだ。あこれでギリギリって読むのこれ本当かな。すごい。これでギリギリってやっぱ日本語面白いな。そのガキどもを見過ごすわけにはいかねえし裏切り者のてめえも殺す以外考えない。裏切ってこの人たちと同じチームみたいなのに所属してたけど抜けちゃったからお前けじめつけろやみたいな話。ならば致し方あるまいめちゃめちゃ刀抜いたけど大丈夫。戦い慣れてなさそうなんだけど。なんだその情けねえなりは。あ侍なのか一応。侍が聞いて呆れるぜ。まあいい。くたばっちまいな。あ誰おひいさまって姫ってことだよね。え何この子かわいいんだけど。なりませぬ。お戻りくださいおひいさま。えこっちから歩いてきたってことはこの子も神様の一人なのかな。うるせえな。なんだって。なんでこいつら神様の世界へ行く入り口でこんな争ってんの。あこの子がさくな姫か。あ可愛いじゃないか。君かさくな。それにしても面白いな。お主ら人か人じゃ。え可愛いんだけど。この頂きのように踏み込んで早々に切り。あもう踏み込んじゃってるんだ。全くもってやば気はあまりないぞ。ほれもっとやれ楽しんでるな。お役目の日は退屈でな。お役目の日出番が来るまではただただ飲み続けるしかないんじゃ。やっぱり神様だからロリだけどお酒飲めるのか。しかし今日のところは抜け出した甲斐があったというものじゃな。もうまあ、飲むしかないって言ってたから今もう酔っ払ってるってことなのかな。おひい様そのような者どもと関わっては。ああ酔っ払ってるなこれは酔っ払ってますね。おおいい着物じゃね。あ目の付けどころがシャープですね。おお主のごとき下郎にもこれがわかるかよく酔っ払ってそんな高げたで歩けるな。やっぱ神様だからかな。高いぞこの着
機能は高いぞ。このわし、サクナ姫の格を示すにふさわしいであろう。でも相当偉い神様なのかな。酒臭い。酒臭いほど飲むってまあないよね。なんでだ。あ、分からせキック。強っ。強っ。あまりの無礼さに、あ、すっかり酔いが強がそげたってやつですか。宴に戻って飲み直すとするか。いや、いいんだよね、こういうさ、ロリとかソタみたいなのが実はしっかりめちゃめちゃ年食っててみたいなのめっちゃ好きなんだよな。原神で言うウェッティみたいなのめちゃめちゃ好きなんだよね。人の声は、ここから先は神の領域だ。橋は消える。橋が消える前にさっさと引き返すんだな。あ、厳選来れちゃっただけなのか。いつもは消えてるのかな。さもなくばその命保証せんらしいぞ。そう、ロリババアとかショタジジイとか好きなんだよな。あ、なんとした旅力。旅力宴と言ったか。後をつければ何か。はいはいはい、みんなお腹が空いてて元気がないのか。だってさっきの石丸ってやつもな、こっちもギリギリなんだよみたいなのってご飯不足かなんかなのかな。見柱の都。わー、でもグラが可愛いんだな。確かにショタジジイってあんま言わないよね。ロリババアって結構言うのにショタジジイあんまいなくない。あー、飢餓の時代なのかもね。え、ウサギっぽいのがいる。あー、これがみんななんかあれだね、センチヒアな世界観が割と。だってあれも神様が集まってくる旅館かなんかだったっけ。あー、いいなー。あ、可愛いんだけどこの右の人。ほうほうほう。毎年のお役目がいただけるっちゃから、まっこと高貴な。家にある米を貢ぐだけ。え、さくな側が米をみんなにあげてるってこと。そうですか。心は、私などは今年も心はとかも、なんかこれ名前の元ネタとかあったりするのかな。カムヒツキ様にお見かけいただけるよ。力を尽くしているつもりなのですね。あ、その逆か。貢いでもらってるってだけか。あー、貢いでもらっててみんなが飢餓で苦しんでるとかなのかな。どっちだ。でも貢ぐだけでお役目がもらえるって、お役目の時はどっちだ。血の尊さばかりは後から変えることはできぬでな。まあまあまあ、確かに。そうだ、我が友心はよ、わしの役を手伝わせてやるぞ。コロワちゃん可愛いな。カムヒツキ様のお目に触れる機会が増えればお主の覚えも良くなろう。ほうほうほう。それではよろしくお願いします。あー、カムヒツキへの貢ぎ。あ、なるほどね。なんだろう、民からもらった お米をその上の神様にさらに返上してるみたいなことなのか。コロワ様可愛いんだけど。タマ、おひい様、いい加減になさい。あ、この子がさっき喋ってた の, の, の、はいはいはい、これからですぞ。大切なお役目、お役目がもらえるって言ってたもんね。席に戻るなり、このようにまた深酒をなされては。酒くずやな。またまだ、たまじはうるさいの。たまじめっちゃ可愛いじゃん、うちで買おう。なに、酔っ払ってもちゃんとお役目は果たせろ。酔っ払いってみんなそう言うんだよ。酔っ払いってみんなそう言うの。あ、後ろに来てますね。後ろにおるな、人間歩いてんな、神の世界。これどこに行かれるのですか。はい、ま、侵入とかされても分かんないもんなのかな。スワンジ、わしが間違っておった。改めて良いお様に伝えるとです。なんだろう、あそこの橋自体は見張られてるけど入った後誰も監視してなかったのか。おお、おひいさま、ついにこの玉の心をお分かりいただけましたか。意外と平和ボケしてそうやな、ここ。おい、おぬしら。お、気づいたね。まずいまずいまずい。これ怒られるのってサクなの。たまじいもわりかし見逃してると思うんだけど。どこ何度連れてきてはお役目どころかオートガメじゃ。なんとしても引っ捕らえれば。ああ、サクナが抜け出すのに使ったルートを通ってきたからバレてない。なるほどね。見柱の都、ローカその1。そ
こになあ、そうだ、このゲームってアクションがあるらしいんだよ。あ、でも 3D 見えてるけど奥行きはないからありがたいな。とりあえず走る B でジャンプ。あ、なるほど。はいはい。あでも結構軽快にジャンプできるな。あ、なんてことするんだろう。あいつらやばいことしてない？え、 LRL プラス R 羽衣、あ、こうか。あそういうことか。はいはいはい。あ、なるほどね。あ、でこっち行くのかな。え、あこれが結構癖がある感じなのかな。こっち行けるか。こっち行けないんだよね、この上。あ、こっち行けるんかい。あいつらわりかし悪いことしてるぞ。神であるこの足を戻るでないわ。いやもうずかずかと侵入されてる時点で神様の面目立たないよ。あ、でもジャンプの感じはわりかしやりやすいな。 L プラス R で歯車を伸ばす。あーなるほどね。あーはいはい。あはいはい。なんだな、こう続けて何回もいけるっていうわけとかではない。あ、うん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 。あー結構難しいね。難しいわ。めっちゃ難しいわここ。おっと、私米作りにたどり着けるかな。これ2回までだ。着地するまでは2回か。マッチ、私米作りにたどり着けない可能性出てきたな。さっきまでわりかし綺麗にできてたと思うんですけど、急にここ越せなくなっちゃった。斜め上ね。そう、方向キー入、手汗かいてきた。あ、こうだ。あー、こうだ。あー、はいはいはい。斜め上、わかった。あ、はい、わかった。コツ完全に掴んだわね。掴んだ掴んだ。急に下手になった。さっきまでうまかったのに。はいはいはい。びっくりしたびっくりした。今スラック行かなきたの。これ難しいわね普通に。うん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 。あー今2回行っちゃった。ちょっと待って、これいけない。いけないよ。待てよ、これ羽衣つかない位置、私焦りすぎるのダメなんだな、いつも操作。よいしょ、耐久始まった。耐久が始まった。ここで3時間。これ私クリアできる気がしなくなってきたな。私一生もしかしてここで積む、ここで積む。そして10年後、やべ。待って待って待って、マジで急。もう人間逃げてるよ。それは本当にそう。待って、マジで。あ、オッケー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 。で落ち着いて、あ、いけたいけたいけた。あ、オッケー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 。いけるいける。あー、いけたいけたいけた。危ね危ね。あ、でも意外とジャンプ力あるんだな。なにこれ、なんて。L プラス R 羽衣を伸ばす、 R 押し続け壁にとどまり続けるジャンプ。あー、はいはい、そういうことね。早く教えてくんなきゃそういうの。あ、見柱の都廊下その3。あ、3回、え、敵いるんだけど。え、戦うのもしかして。あ、早い。あ、こういうアクション、あ、戦う要素あるんだ。え、米作り。米作り。あ、クワで戦ってらっしゃる。あ、 LR で羽衣。あー、はいはいはい、そういうことか。あ、こういうことね。はいはいはい。痛い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 。あ、ジャンプ攻撃みたいなのもあるな。痛い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 。これ
私の体力か、左上だ、左上に書いてる。 A 押しちゃうなこれ攻撃。痛い痛い痛い、あい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 、軽い攻撃当てた方がいいかな、回避みたいなのないんかな。大体大方理解した。何このピキーンっていうの、クリアってことか。心はめ、いい加減なからくりを作り合って、うんうんうん、いやさくは戦いだ。あ、方向キー Y とかで打ち上げとかもあるんだ。あ、なんか体力回復した。ダメだ、ジャンプ長押ししてると滑空できるって原神のせいで変な癖ついてるな。あ、ハゴラムがその回避動作、なるほどね。未経伝、あやつらわしがカムヒツキ様に捧げる米を食らうつもりか。あー、やっぱりそうか、はいはいはい。だからやっぱ民からもらってそれをカムヒツキっていうなんか上の人にあげて、それでなんだっけ、任務みたいな、任をもらうみたいなこと言ってたな、そういうことか。あー、食ってんね、そのまま言ってんね、やりおったな、これはやってま、やってんな。人の子の分際でこのわしに歯向かうとはどういうことか。これはやってんね、その身に深々と刻み込んでくれるわ。これは怒られるわ。さっきから人間一言も喋らないの怖い。あ、待て、ここには強い酒や油も。あ、いや、これ、いや、あの人間やばいことしてるって。お腹空いてたら人間ってここまで理性なく行動できるもんだとかな、わかんないけど。何でしょう今の大きな音は。ああ、何やら香ばしい匂いがいたしますね。言っとる場合か。え、誰、え、これがミケ、ミケじゃないや、なんだっけ、この偉い人か。その方、あの偽善たる武士竹利美が娘として今日まで重用してきたにもかかわらず、ほうほうほう、真が楽しみにしておった捧げ物を宣伝ごとく、そうそう、カムヒツキだ、カムヒツキ様。はあ、なんたる所業だ。あ、泣いてんじゃん。お許しを。それもこれも。桜泣いてんじゃん。ちょっと人間。神泣いてんじゃん。人に席をなすりつけるでない。これ普通に かわいそうなんだけど。これかわいそうじゃない、桜姫ちょっと。喋んのこの人間たち。桂上門の城、あ、喋ったわ。人呼んで、あ、やっぱ桂なのか。よくこいつら普通の顔して名乗ってんな。どってやつか。ゆいだ。こいなとこやんだお。米食っといて何言ってんだ。見るってと。あい。海マルです。ああ、海外の人もいるのか、なんだろう。後悔してきたとか。頂きの世と麓の世に分かれてあらねばならぬ定め、はあ、されどその方らが渡ってきた雨の浮き橋はすでに隠れてしまって、あ、だから帰る道がないっていうことなのかな。次にあれがいつ現れるかは主神であるこのカムヒツキにも皆目見当がつかぬのだ。へえ、なるほどね。橋が現れるまでそこの桜姫と共にこたびの狼藉の始末をつけるか。喧嘩両、まあ喧嘩じゃないけど、まあ両成敗みたいな感じなのかな。桜姫よ、鬼島のことは存じておろうな。え、島流しもしかして。その方の父母が出会い、かの悪神大水地を討ち取りし離島じゃ。いまいましきあの地は古くより多くの鬼が。え、島流し。いまだ我が支配を及んではおらぬ。その方らはこの鬼島を開きながら何故鬼が生まれるのかを調べてもらいました。え、これ処刑じゃない一種の、本当に調べておいでって言っときながら鬼に殺されても致し方ないよねみたいなことじゃない、大丈夫これ。片道だけで何日もかかりますよ。うわ、島流しや。ん、ここから通うつもりではあるまいな。え、鬼島に住み着いて命を果たす。私たの楽しくできるんだと思ってたんだけど、米作り。嘘でしょ。え、嘘。
でございますか。これは一緒に来てくれる？ポチ玉だっけ。以上じゃ。下がれ。嘘でしょ。追放。思ってたと違う。さあおひいさま、ダッシュ島は鬼いないもん。ダッシュ島には鬼いないもん。わ、見柱の都船着き場。嫌じゃ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 っていう。本当に言ってる。あでも今まで結構自分の神の座にあぐらかいてたっぽいからな、まあここで きつくお灸を据えとこうっていう考えもあるのかもしれないな。良いお年をしてダダをこねられますな。決まってしまったものは是非もありませぬ。確かにね。一日も早く直を果たし都に戻ってまいりましょう。そんなにすぐ帰れるのかな。さくなさん、あ心は心は生きとうない、生きとうない。そんな奴らと一緒なんて嫌じゃん。ここで心はと一緒がいい。あんな奴らと一緒なんて嫌だっていう気持ちもまあわかるよ。本当にとばっちりはとばっちりっちゃとばっちりだもんな。私も寂しいですわ。本当にジード、いかがいたしましょう。頼む。あ、ビエーっつってる。かわいいな、さくら。かわいいな、あいつ。なんと情けない。あれが都一番の武神の血を積む神のお姿か。まあ、もともと手焼かれてたっぽいからな。まあ。しかしながら良い機会なのやもしれませぬな。だから結構タマとかも受け入れたとかもね、早くに島流し。おひい様はこの三柱の都で何のご両親の財をただひたすらに食い散らかしてお育ちになりました。それもそれでうん。これからの厳しい生活がおひい様に多くを学ばせてくれると願います。まあまあいい機会になるかもね。私の分もさくなさんよろしくお願いします。心はめっちゃ可愛いな。この命に変えましても、こういうめちゃめちゃきっちり着込んでる子がちょっと肩とかちらっと見えただけでめっちゃドキドキする現象って、あれなんて言うんだろうね。こういう子ほどちょっと見えてるだけでいいんだよな。寂しい。え？けれど少しほっとしている。ほっと。どうして？実はちょっとうざがってたとかない？心はまあ近くにいたらイラッとくるタイプではあると思うけど、どうなんだろう。どういうほっと仕方？うわあ、思ったよりちっちゃい船だ。これ酔うんじゃない、さくな。どういう体勢？横になってんのか。あ、私が A ボタンを押したら進んだ。竜の抜け穴、船隠しの裏。やっぱあのままだとダメだってみんな思ってたのかな。これでいい機会になればって感じか。きつかったい。いやいや、こうやって成長していこう。ここまで船こいだんはおいらとおっさんだぞ。ヒント、でくったくただよ。この子もこいだの結構頑張ってるな。まあまあ良いではないか。まあそれぐらいはしろ、船こぐぐらいはしろ。そしてさくら様、これからいかがいたしましょう。もうそうじゃな、じいに聞いてみるか。たまいる？じい、おい、たまじ。たまじどこに収納されてんの？あ、来た。はあ、着きましたな。あ、ここついてるんだちゃんと。ここが鬼島で間違いございませぬ。じいはこのペロペロって出てるのマジ可愛いな。聞いておったのなら、これからどうすればよいか。早申せ。住むところとかはあんのかな。この人数住める家ってあるの？もしかして、よし、じゃあ家を作ろう。何から作る？木材、木を植えるかみたいなところから始まんないよね。そこまで時をやらないよね。このホラー穴はずーっと島の中腹まで続き、抜けた先に峠があるはず。ホラー穴で住むとか言わないよね。その頂にはおひい様のお母上が住まわれていた家がございます。あー、まずはそこを目指しましょう。住んでた家あるんだ。そっか、母と父ここで出会ったって言ってたな。じゃあ一応住める環境ではあるのか。人の子らよ、
よっけ。何から始める？じゃあ植林から始めるか。カイマルかわいいなこいつ。いや、お主はさすがに。カイマルは見る手と一緒。これ親子なのかな。親子でいいのかな。何故誰も動かぬ。だってこの島は鬼だらけなんだべ。はいはい、ビビってるのか。うん、キンタ。ユイの言う通りだ。神様ってのは一晩守ってくれるから神様なんでねえかよ。すごい理不尽を感じる。でもいや、まあ神ってそういうもんなのか分かんない。私神様じゃないから神様の気持ち分かんないけど、すげえ、こんな人間守りたくねえ私。クソ生意気なガキどもめ。でも確かにさっくんは戦えたもんね。田植え物とか申したか。その腰に履いた刀は飾り物か。でもさっき戦う時は割とヘッピレゴシだったけど、武士は武士なのかな。片付けない。この刀は由緒正しき技物なれど。なるほどね。人のそれがしには家宝だから持ってるけど使えないのか。全く備わっておりませぬ。なるほど。いつぞやなど七にあってすら刀がすっぽ抜けてしまい。なるほど、大切なものだから刺してるのか。おひいさま、もうよい。わし一人で行ってやる。さくな頑張るな。それではそれがしたちは後からついていきまする。本当にサクナが守ってあげて神様やってんな、ちゃんと。うわあ。あ、標準か低いしかない。あ、まあいつでも変えられるのか。まあ一回標準でやってみるか。やってみようとりあえず。サクナは可愛いんだけど。あ、動けるわもう。あ、もうこっから横スクロールが始まるのね。稲作難易度。稲作難易度ってよく見たら意味わからんよな。おい、なんかクラッシュバンディクやな、ここら辺。でも落ちても大丈夫なのか。あ、思い出した。こうで軽い攻撃、やっぱ私は重たい攻撃より軽い攻撃連発する方が好きだな。はいはい、L プラス Y で方向ごとに、あ、そういうことか。 L ってこうか、スティックか。おい、あ、ほんとだ、打ち上げかっこいいんだけど。あ、光ってる草素材、光ってる草素材。あ、こういう、あ、はあ、なるほどね。光ってる草素材、私見逃してるかな。あ、あれもあれもじゃない、これもか。豆を入手、そういうことね。ちゃんと収集要素あるんだ。ほほーん、よいしょ。オッケーオッケーオッケー、なるほどね。ダンジョンの中にそういう収集要素あるのいいね。あー、斜めにするのがむずいわ。オッケーで、こう。待って、私弱攻撃を、あ、盾持ちだ。 A 弱攻撃にしちゃうな。あ、 OKOKOK、 はい、打ち上げ。ぽい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 。あ、いいね、収集要素あるのめっちゃ好きだな。ダッシュみたいなのないんかな。 OKOKOK、 あ、楽しいわ。なるほどね、この元素で燃やしたくなっちゃうな。はい、 Y でも、あ、打ち上げあるからの下に打ち下ろしできる。あ、なるほどね、コンボみたいなんできるな勝手に。でここに草光ってるの見えた。はい、この根菜みたいなんて食えるのかな後々。あ、キノコいいな、これ図鑑みたいなのあるんかな。あ、あるあるある。豆を入手、豆も貴重な食料だからな。おい、ぶっ飛べー、ナイス。こいつらからこれドロップしてんのか。あ、お金みたいなのがなんか落ちてるね。はい、この下みたいな、あ、下っていける、下っていけるのかな。落下死とかはないのか。一応降りれる、あ、降りれるわね。これ拾って、これゴールかな。あ、なるほど、取り切れたりするんだ。これ向こう側行けた気がしたんだけど、いけた気がしたんだけど、どうだろう。
下の方がクリアかな。こっち行ける？こっちも行ける。あれ？さっきの下のはクリアっていうわけではないのか？なんかいろいろあるな。あ、上が正解な。下のあれはゴールかと思ったけど、分岐、あ、下開かない扉なんか。オッケーオッケー、 Thank you。 おい、打ち下ろし。いや、アクション、アクション楽しいんだけど。あれ、私アクション苦手なんだけど、それでも楽しめるアクション戦闘なんだけど、私にちょうどいい難易度かもしれん。トキオがこんな、トキオここまでできるようになったらもういよいよでしょ。何もできないことなくなっちゃうよ。いや、割と爽快だな、爽快だ、戦闘が楽しい。おい、ウエンティの移動の癖。木材、木材入手、なんだと。木材いっぱい貯めて増築できたりしたらどうしよう。あ、なにこれ、何やつじゃ、何やつ。鬼ではない、カムヒツキの手のものか。声かっこよ声かっこよ。いずれにせよ、ここで無様にムクロを晒すが。めちゃめちゃ声かっこいいんだけど、何こいつ。よくも高貴なるこのわしに向かって。おひい様、そやつは誰。賞金首、邪魔をするでない、引っ込んで。あ、でもサクナ結構あれだね、なんか好戦的だな。あ、あ、びっくりした。見せてくれ、見えて。おい、はい、おい、おい、せん、おい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 、本気で行くぞ。やめろそれ、それやめろ。あ、ついにダメージを受けてしまった。もらった、こう当てれるタイミングで下打ち下ろし、ナイス。あれ、コンボっぽいの自分で決められるとめっちゃ楽しいな。打ち上げられない、なるほど。これでうまいこと回避しなきゃいけないんだな。回避覚えなきゃダメだ。あー、これハクビシンなのかな。これやだ、やめて、当たんね。今打ち下ろして、打ち下ろして、ナイス、やったか。あ、空中で羽衣入れるとかできるんだ。これはでかい。大丈夫かみんな。あ、イタチなんだ、可愛いんだけど。イタチ系って顔可愛いよな。おい、いいね、サクナ、すばしっこいやつじゃ。どうやら目指す先は同じようです。え、同じって何？家？家パクられる？もしかして。大丈夫かな？おお、竜の抜け穴。うわ、マップよ。え、入手可能アイテム。あ、こういうの好き。わ、全然手に入れられてないんだけど。こんなに手に入れられるものあるの？嘘。え、これ何回も言ってたら変わるってこと？え、総合探索度ゼロ、はえー、わ、いいなこれ。わ、こういうコンプ要素超好きなんだよな。全く取れてないね。周回ゲーなのかな、好きです。周回要素、鬼島のおおよそ中央に位置する峠、頂上にはさくらの花、母花じゃない、母豊花が使っていた家があるらしい。これパクられそうなんじゃない。高速移動とかもあるんだけど。ステージ出ると敵とか復活する、なるほどね。あ、さっきの下の分岐で別マップ入るとかはありそう。あ、いるじゃん。お前は何故ここが。だってもう分かんないけど、一本道だったかもしれないし、季節によっても変わる。季節があるのかこれ。この峠には惑いの術がかけられておりましてな。あー、なるほど、普通は入ってこれないってこと。ここに峠があると知っておる者にしかたどり着くことは叶わない。あ、なるほどね、クロマ同士の村みたいなもんか。そしてそれを知っておったのがこのわしというわけじゃ。久しいの、足雲よ。じい、知り合いか。これは驚いた。確かに季節ないと米作れないわ。竹蛇の剣霊か。竹蛇の剣霊。先ほどは行き違いで刃を交えさせてしもうたが。ああ、普通に仲いいのか。つもりはない、獲物を収めてくれんか。うんうんうん、
このお方はほほほほほ泣いてる山バトやろこれ。叫び様がご息女桜姫様じゃバッチバチに戦った後やけど、故あって当分この島で暮らさねばならんことになった家はまだあるか。まあ、わがまま放題やって人間に巻き込まれここに来たって島流しに会いました。ああキジバとか今も我が手入れしている。あ、手入れしてる。へえ、パパママの知り合いだね。聞く耳を持たれなかったではありませぬか。確かに詳しい話は上でするとし、やっぱ声かっこいいな足雲。ということは先に迎えに行ってやらればこの奴らがここにはたどり着けるのか。あ、そっか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 、惑いの術かかってるって言ってたもんね。そこに気づかれるとは嬉しゅうございますぞ。こんなことも気にかけられないぐらい、まあ、わがままだったのか。周りの人を気にかけるっていうのが多分なかったんだろうな、この玉の反応を見るに。前々から思ってもったんじゃがG はわしをバカにしとるよな。うんうんうん、え、稲作できそう稲作できそうな田んぼある。思いのほか朽ちてはおりませんな。強い気だ。この家はまだまだ生きるぞ。ちゃんと足踏もといったか案内してあげてるな。鬼どもがはびこっておる中で何故わしの母が。あー確かに、なんでだろう、約束とかなんかすごい、こういう人って約束とかに義理がたいタイプに見えるんだけど。お前の父母にはそれだけの借りがあるということ。はあその父母の娘にあんな。ご両親がこの島で戦った悪神大水地とはこやつら足蜘蛛族にとっても。足蜘蛛族って言うんかい、そもそも。なるほどね。御父たけるび様は足蜘蛛らに力と知恵を与え、共に戦い勝ちを収めたのです。あ、一緒に戦ってくれた仲間なのか。ダッシュ村やん見たことあるこういうの。え、これさ、カルガモとか買えたりし、カルガモだったっけ、カルガモ農業とかってあったよね。買えないのかな、カモ。サクナ案外悪い子じゃない感じするけどな、今のところは。苦労をかけたようじゃな。アイガモ、アイガモだ、アイガモ農業、アイガモ農業やりたい。あるの、え、アイガモ農業あるの、え、あるの、え、やったアイガモ買えるんだ、やったやった。これも何かの縁、互いに助け合って参ろう。そうだ、一緒に暮らせるのかな。確かに悪い子じゃないけど、クソガキっていうのは。あ、天気予報17度。もう十分じゃろ、これからはみんな好きにやってくれ。あー、飲食住の住はやるから、飲食は自分らで勝手にやりなみたいなこと。わしはカムヒツキ様より賜った大役を果たすため、しばらくは英気を養うとする。でも確かに鬼うんぬんかんぬんは人間にできないから、役割分担と言われたらそりゃそうだよね。君って言われてもな。君ら人間の暮らしてたところで稲作とかしてないんかな。おひい様、のんびり構えてなどはおられませぬと。ああ、ここには蔵はあれど備蓄はございません。それもやっぱりサクナが面倒見なきゃいけないのか。都にいた頃のように寝て暮らそうものなら、夏を待たずに飢えてしまうことでしょう。なるほど。野山で採集をするにも、鬼どもが闊歩するこの島で人に任せるは荷が重すぎます。え、そうだよね。だからサクナがその野山で採集して、人間が稲作するで役割分担じゃないの。やはりここは神であるおひい様が動かねば。はあ、神だからってふんぞり返らない教育するのはこりゃあっぱれやな。わしに狩りにでも出ようと申すのか。狩りは出なきゃ、採集はしんきゃ、できないんだもん人間。君の足場をしっかりと固めてこそ解約もなされるという。はあ、なんかちゃんと育てようとしてるな。なんでそれがこんなことになっちゃったんだ。それにここはおひい様にとってもゆかりの地。うん、何かを始めるにこれほどふさわしいところもありますまい。ほんまさくな教育プログラムみたいな感じなん組まれてる感じだな。せめて明日からじゃいかんのか。今日着いたばっかりだよね多分。神様、この他で何かこさえられますか。っていうことは人の里で稲作をやっていないのか。良い考えじゃが、
どこかで種は調達せねばな。知らなさそうだもんな、この様子。物を育むということ自体知らないのかもしれん、もしかしたら。稲のもみならここにあります。ああ、でも稲っつってんのは知ってんじゃねえか。なんと、これは都合の良い話があったものじゃ。なんとこんなところに稲のもみがなぜ。何故そんなもの持ち歩いとるんじゃ。もしは侍であろう。それがしは武門の生まれなれど、ああ、はい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 、剣よりも野良仕事、うんうんうん、家を捨て山賊に身を落としてからも、はあ、これだけは手放せなかったのでございます。山賊だったのか。まあ、確かに武士っていう身分を持ってる人って稲作とかそういう野良仕事はやるのはダサいというか、なんか良くないみたいな話聞いたことあるな。そういえば、はじめはアワかヒエの方がいいんでねえかよ。あれだ、新選組の映画とか見てても、近藤さんはあんたは畑仕事なんかしなくていいんだみたいな感じのこと言われてるし、見たな。いや、漫画や。違うわ、漫画や。それ損害稲は悪くない。こうやって始まんのか。北条神豊花様、双方の資質を受け継いでもらえ。五国そう、武士としてのメンツみたいな聞いたことあるわ。五穀、お米作り、サクナ強くなる。はあ、そうだ、米育ててサクナ強くするみたいなあったわ。てか近藤さんももともと農家の出なんだけどだ、言ったら鬼どもも退けやすくなろう。稲を育てることで腹を満たし鬼も減らせる。うんうんうん、一挙両得の策じゃ。あ、まあ腹が減っては戦はできぬみたいなことか。では決まりですな。サクナ様は狩りに、それがしたちはここで稲を育てましょう。ああ、じゃあやっぱりちゃんと分担してくれるんだ。田植えもやるじゃん。うん、げえ、おいらたちも好き気味か。やれよ。お前ここでただ寝るつもりだったのか。働かざる者なんとや。あれ、なんか咲夜がなんか悪いことをして、それに付き合わされてる俺らみたいなポジションになってない？お前らのトガも咎められてたぞ。一応頑張ってくれよ、頼むよ。待て、わしはまだ何も言っとらんか。田植えもんとやらよ、そなたの腕期待しておるぞ。しっかりと田を取り仕切ってくれ。なるほど、だから稲作するときは田植えも動かしたりするのかな。はあ、ちょうどよい、一つ聞いてみ。あ、ここら辺からはボイス内だ。おや、シグマヨン、この辺りでどこぞ狩りに向いた地はあるか。近くに小さな洞窟がある、住み着いて。あ、ていうかさっき出会ったモンスターたち、あれが鬼なのか。そういえばそりゃそうだな、あれが鬼か。増えるものも少しは見つかるだろう。でも稲作ってすぐに米がポンって出てくるわけじゃないからな、なんか難しい 話じゃない。できるまではサクナが取ってくる飯だけでなんとか食い継がなきゃいけないのかな。それがしは稲を目出しまで済ませておきます。目出しってなんだろう、うん。納屋には一通り農具もありました。サクナ様のお母上には感謝せねばなりませんな。おー、一本穴へ行く。稲を目指すまで済ませておきまする。あ、さっきと同じこと言ってる。あ、こん中入れる。納屋をつけること。あ、田植えする時のあれにすること、なんかこのまとまってるやつ、まとまってる状態にすることみたいなこと。目出しとか普通に専門用語をパパパパッと出されるな。水につけて芽を出すこと。へえ、こんなか別に調べられたりはしないのか。なるほどね、苗を作るっていうことなのか。何これ。あ、あー、よもぎが取れる。あ、よもぎが取れる。七草がいを作ろう。こっちは、あ、いるね。じーセーブとかってできないのかな。あら、サクナご機嫌ですか。何もする気なさそうな格好でくつろいで座ってるけど。入る。こっち部屋、あ、部屋があるね。雲を捕まえ他に話して、え、何これ。え、何これ。え、何これ。え、雲って田んぼに話していいの。え、雲って田んぼに話すものなの。あ、
セーバーメニューから。あ、これか。あ、かわいいじゃん。天気予報、これ42%ってなんだろう、これ湿度かな。18度、微妙に高い。18度って稲にとっては微妙に高いの。液中は知ってるんだけど、作物、田んぼにとっても液中なんだ。なんか家にいると液中だから、私も家にいるクモって殺したことないんだけど、田んぼにとってもいいんだ。装備、お鉄の釜、うわ装備とかもあるの、ええー、なーええー、なーええー、なー。傘とか、あ、なんか持ってるよ。お姫様の一番のお気に入り、あ、心は姫からもらった傘なんだ。あ、かわいいじゃん。つーけよ、お面もあるよ。お面あるけど持ってないや、邪魔だなごめん、邪魔やわこの装備。ごめん、これ外したいな、邪魔や、でけえ、私の帽子と同じ邪魔さや。え、何これ、両手武器を思いっきり振り抜き敵を正面へ吹き飛ばす、基礎にして頼り。え、これ一応入れとこう。うわー、なんかいっぱいあるんだけど。え、これ入れといていいの全部、とりあえず。羽衣もつかみつ、貼り付けた相手を引き寄せしばらく弱らせる基本技。じゃあ連続で入れることはできないから気をつけるとしよう。え、なんかいっぱいあるんだけど、なんかいっぱいある、全部つけてる全部つけてるけど、これ全部押しても出てくるっていうこと？同じ技一つで十分、本当？外しとこう。じゃあ、あ、さっきまで A 打っても何にも出なかったの、これで出るようになるのか。よいしょ、コマンドが違うだけか。他の技そのうち覚えられる。引きつなぎってあれか、回避で使ってたやつのことか。羽衣技、確かに変な癖ついても怖いな。豆、よもぎ、五穀の一つで力の源となるほか、味噌や醤油など貴重な調味料の原料にもなり、うわー、こういうフレーバー好き。春を彩る香草の一つにございます。薬草としても知られ体力をそこ支えいたしますぞ。これ絶対ジョジがよもぎ積んで、なんだろう、お薬作るねっつってちっちゃい頃におままごとですりつぶしてる確率9割ぐらいあると思うわ。七草、あ、セリナズナ、五行運べら、仏の、あ、仏の座じゃない、タビラゴも仏の座なのかな。鈴名鈴代春の七草だよね。ごぼうや人参、大根など糧とできる根は味よく滋養にも優れており、命が育まれまする。舞茸やしめじ、しいたけなどキノコの類は山林の木々によく生えており、骨身を育てる力を養えまする。はいいな。素材、これ何なんだろう、何に使えるんだろうな。いろいろ調べられるねっていうか。仕事、あ、これか、肩慣らし。この鬼島で暮らしていくにあたり、まずは峠の周りを調べていくこととしよう。心は鬼も弱いそうじゃし、現れたらちょいちょいちょいとひんってやるかの。はあ、全く何故このようなことに。あー、他にも、まあ、肩慣らしを、あ、セーブできるわ、セーブしよう。うわ、いいなあ、これ楽しいわそりゃこういうゲーム好きですわ。よう分かってる。あ、七草は地域によって言い方が違ってることある。あ、そうなんだ。セリナズナ、五行運べら、仏の座、鈴名鈴代だな、言い方。私は、あ、タニシだ。これ何なんだろう、パーセントみたいなんが。あ、お金だ、梅を入手。カメラワークがよう。このパーセントって進んだらなんかいいことあんのかな。うわっ、びっくりした。あ、落下ダメージないのかな。これやばいわ、迷子になったわ。もう私どこに行くべきか分かんないもんね。これ結構探索できるのかな。あ、田んぼの質か。あ、そうそう、タニシがいる川は綺麗な水のカスって聞いたことあるわ。あ、こっち行ける。我が家、我が家にみんなの顔乗ってるの、なんか納得できな。いや、私がちょっと根に持ちすぎてる。ちょっとこれで一本穴とやらに行けばいいんだな。あ、一本穴、
一本の筋のように続いていく洞穴、壁面には開口部が多く風通しがいい。行くか。あ、採用の鬼衆を倒す、採掘ポイントを発見する、4つもあるのか。敵を討伐する、30匹敵を討伐する、夜間昼夜でも違うのかな、もしかして。あえー、これみんなと仲良くなれるかな。ちゃんと今んとこそれが心配なんだけど。何これ、料理書、自然治癒、攻撃するとアイテムが必要。あ、おー、これが採掘ポイントかな。あ、夜は敵がめちゃ強くなる。なるほどね、基本的な RPG と一緒だね。ほい、あ、強っ。 A が若干必殺技みたいな感じなのかな。なるほど、いいね。よいしょ、おい、これいいわね。あ、これ採掘場じゃない。あー、ダンジョンもこうやって最終ポイントがあることによって非常に私楽しいです。あ、夜は全然見えなくなる。あ、間違えた。え、 X、 はい、もらった。相手が倒れてるところへの攻撃はできない。あ、ウサギ肉入手した、いいね、それそれそれ、私やりたかったのそれ。やめろユミスケさん。あ、思ったより結構敵出てくるな。あ、いいね、連続技入ると気持ちいい。打ち上げ、ナイス。このお金みたいなのどっかで使えるんかな。よいしょ、この鬼たち食っていいんかな。あ、なにこれ、倒せたわ。おお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 、飯だ、鶏肉だ、焼き鳥だ、今日は焼き鳥だ。我、肉の中で焼き鳥一番好き。めっちゃめっちゃ、待って、これスズメじゃない。私この世界で一番可愛い鳥だと思ってるのスズメなんだよね。え、スズメじゃないこれ。ちょっとやだ、ちょっとやだな、ちょっとやだな、ちょっとやだな。スズメ大好きなんだけど私。よいしょ、もらった。こいつら結構現れるな。そう、イネの敵なんだよな。だから、や、お、何このクリティカルヒット。あ、はいはい、これで終了っていうことか。これで終わりか。大したことないね。あ、まだどこかに隠れているやもしれない。あー、時を置き再び。だって最奥に鬼衆いるって言ってたけど、さっきのは違うのかな。今のは鬼の衆ではまた違うのか。おー、我が家、あ、今のでいいんだ、今のが鬼衆なのか。メニューで X を押すとワールドマップに戻れる。はあ、そういう感じなのね。待って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 、これ最終ポイントでしょ。お、最終ポイント4つ発見する、 OK。 これで XX、 はい、おお、これで我が家へ帰ればいいんだね。一回帰るか。はい、あ、雨に震えてるやん、ちゃん、ちゃん、死にそうなくらい震えてない、ちゃん、死なない、ちゃん大丈夫か。お前家の中にいた方がいいんじゃない。何かあったのか。わしは疲れとるんじゃが、うん、お侍のおじさんとこ行ってけらい、納屋の前さんいるから。侍、このみんな、この人間の者どもたちは全員家族ってわけではない、寄り集めっていう感じなのかな。嫌な予感がする。わしの顔当たるんじゃない。嘘でしょ、ちゃん大丈夫。お侍の、分かった、行くか、納屋へ行く。とこれ道覚えられるかな、そのうち。血のつながりはなさそうだよね。あ、いるね、どうした。え、あんこたれ、あんこたれ、金太、怒るすぎる、よくないです。みんなみんな
失敗ある。お前何したのねえ。すまぬ。え、あーふんけだつ。キンタ、お前はめっちゃプリプリしてるけど、お前は何かを成し遂げたか、この時間に。騒がしいの。一体何があったんだ。え、もしかしてイネ全部ミスってなくなったとか言わない。なんだこいつ。種もみば水さ流してしまったぞ。え、全部全部なんじゃと。え、それじゃもう米はできるのか。え、手元に残ったのはわずか一つまみ、他はすべて。何こいつら。聞けば野良仕事は見よう見まねで、ろくろくできた試しがねえ。お前野良仕事もやったことねえって、何してたんだよじゃあ今まで。まったく、とんでもねえ足絡みでねえな。ちなみに金太は何してたんだ。でかいの。お主任せろ。めちゃめちゃ攻めるじゃん。一体どう。まあまあ任せろって言われてるからな、まあまあ手伝ったりは、まあうーん。恐れながら、実はそれがしには武芸だけではなく何の才もありません。いや逆に言ったら武芸できないのによう山賊いたな。野良仕事も下手の横好き、いつも百姓たちの邪魔になってばかりにございました。あ、しかも自覚してたのかよ、邪魔になってるって言われてたのかな。この島で稲作を知る者はそれがしのみとお見受けし、あー奮起してみたのではござりまするが。なるほどね。悲しくなってきた。なんか面目がありませぬ。深くなる上は。お前が腹切っても飯は食えねえからな。血で汚すんじゃないよ。やめな。そういうことを申しておるのではない。やめてやめて。死ぬなら皆たちの目が届かんかで。聞いた。お前ちょっと冷たすぎるよ。俺らの見えないところだったら勝手に死ねって言ってるようなもんだぞ。お主の死など誰も望んでおらん。そうだね。皆の食い物をどうするのかと聞いておるんや。そう、こっからの段階よ。食い出が減るのは悪くねえかもなや。こいつ、こいで食う量だけはこのままだ。まったくさもしも。うわぁ、大飯ぐらいだ、しかも。ストップ。あ、ミルテが怒った。なぜ田植えも傷つけるんですか。田植えも優しい。あー、見るって、いやもう残酷だよ。めちゃめちゃいい人だけど何もできないって辛すぎるわ。見るって、柳飛びと違うますが。柳飛びと絶対おかしい。今一人攻めるのはかわいそうだよな。でもこんな状況で誰もできねえからやるっつって攻められるのは確かにかわいそうだわ。もうわかったわかった。都内の者にこう頭から叱られては立つ瀬がないわい。そう、今からみんなでどうするか考えよう。ミルテと言ったか。ああ、ヤマトビと。そういうことか。お主に免じてここは矛を収めるとしよう。サクナ意外と神様っぽいよな、こういうところ。なんかやっぱりちょっと今宵はみな、わしが取ってきた肉でも食うて早う寝てしまえ。ウサギ肉1個取った覚えあるけど、そんなに食う量あるかな。お主もそれでよいな。うん。何？今度は何じゃ。見るて、料理得意で。料理得意なんだ。今日は私の国の料理作ります。お、いいね。あ、確かにスズメ肉も取ってきたっけ。お主の国の料理か。どこだか知らんが、そいつは楽しみじゃの。そこで優しいじゃん、案外。この肉を任せるとしよう。しっかりやってくれ。え、どうしよう、これでダークマターみたいなの出されたら。オーケー。そしたらいよいよサクナ怒っていいと思うんだけど、大丈夫？本当かな、本当かな、本当に得意かな。なんか怖くなってきた。 この人間どもなんか信用できないぞ。え、本当にうまいか、わかんねえ。ちょ、ダメだ、今人を疑う心ができてる。これ神として良くないわ。ダメだダメだ、人を疑うな。あ、でも食ってるね。焦げた塊。まずい、まずいっつってる。まずいっつった、誰か。あー、左上切れてるな、若干。ちょっと待ってね。まずいっつったの、あ、間違えた。
プレイ。あれ？てか普通に切れてんな。少々お待ち。あ、もうかな。あ、もんだな。あえ満腹マイナス25ってなってるんだけど、これ良くないんじゃない？あ、肩慣らし、周辺を探し総合探索度を高める。あ、根菜とかキノコがいたんだ。残った種もみから無事芽が出てござりまする。次はいよいよ田植えですが。そっかそっか、ちょっとは残ってるって言ってたもんな。ありがとう、田植えもやってくれたじゃん。田植えなら任せられるのか。田植えできるの？田植えできるの？いつぞやはありきりすぎて苗をつぶし、後ろ足であぜを崩してしまい。ああ、めちゃくちゃではないか。そこまでいくと下手とかそういう類の話ではない。なるほど、悲しきモンスターだな田植え。もうちょっと心優しい悲しきモンスターっていう感じがしてきて、なんかちょっと辛いよ私。田植えも私がやろうか。おい、たまじ、何を見ておる。まさかこれ以上わしに働けと申すのではないな。これさくらとかじゃなくて金太とかの子供連中にさせたら。考えてもみよ、奉納する稲を向上心自ら作ってはおかしいではないか。子供たちは何してんだ。働いてないやついるんじゃないか。これ、いえいえ、何一つおかしなことなどございません。あ、我が国の向上心とは元来そうしたもの。ああ、もともとそういうもんなんだったら、まあその心を学ぶのは良いことやもしれぬな。お母上の豊花様はもちろん、主神神様ですら、毎年の田植えはしておいでなのです。そうなんだ、神様意外とちゃんとやることやってるんだな。なんということじゃ、一番偉い神ひつき様までもが働いておられるようでは。それじゃあやらんとしょうがないな。ですがこうなっては人の子らには任せられぬでしょう。他には女子供たちばかりなのですから。でもその女子供たち料理もろくに作れねえしよう。何をしてくれるんだあいつらは。お父様は他ならぬ豊花様の血を引いておられるのです。サクナの負担バリでけえな。知識だけは自信がござりまする。あ、本当に？それがしが、あー、じゃあ指導係は田植えもんに頼むか。昨日の今日で偉そうにするでないわ。あ、出た出た、稲作稲作出た出た。田んぼに入って田植えをする。待って、なんか調べられる。あ、始められる。え、田植えもんに任せるとかできるんだけど。 R で走る、あ、R で走れる。え、X 手に。あ、うわー、長押しで植える。え、めっちゃ大変そうなんですけど。ちょっと待って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 、ちょっと待って、下手すぎ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 。これめっちゃむずいんだけど。あかん、 めちゃめちゃずれてる。むずくない？あかん、私どうせあれだと思ってたんだけど、あのさ、ガイドみたいなのがある程度あって、そこになんかずれても収束するように植えられるかと思ってたんだけど、あ、これ ガチですね。わざと難しく作ってる。思ってたんと違う。マジでめっちゃ難しい。よいしょ。耕したりしないのって書いてねえもん、耕すとか。これで耕してくださいって言われたら切れ散らかすわ。どこに書いとんねん、そんなもん。え、もしかして書いてないけどやれとかあんの？今んとこ全ての苗を植えよう。田んぼの端にある問いを調べると水の出し入れができるとかしか書いてないんだけど。あ、来年度からか。今はいいんだ。はい、やば、
下手なんやけど。トラクター欲しい。トラクターはねえのか。この世界トラクターはないのか。機械の力に頼りて。あ、1年目は指示通りで OK。 どんぐらいの間隔で植えるもんなんかも知らん。私田んぼってちゃんと見たことないかもしれないな。ほい、やべ、おにぎり食いたくなってきた。みんなおにぎり何が好き？私は鮭が好き。あと18個植えれるかな。私はローソンの鮭おにぎりが好き。高いなんか和紙みたいなやつに入ってるやつ好き。昆布いいね。昆布も好きだな。あと私高菜とかも好きだよ。高菜も好き。えい、唐揚げ、唐揚げおにぎりってこと？焼き、あ、焼き飯とかもいいね。はい、あ、ツナマヨね。私マヨが食えないから。でもツナマヨも人気だもんな。よいしょ。はい、めちゃめちゃ下手なんだけど、田植えもんに任せるってあるんだけど、田植えもんに任せたらえらいことになるっていうことでいいのかな。農技設定ってなんだ。え、技あ、こんだけ過程があるってことか。田植え、育成、収穫、はさがけ、はさぼし、脱穀、もみすり、田おこし、種もみ選別、育苗めちゃめちゃ工程あるおままごとや、そりゃ牧場物語、ルーファクトリーなんて。あんな種まいて水引くだけや。こんなところか。こんなところかな。十分な間を置いて植えたぞ。何これ、植えた蜜の粗食って何？え、かそってるってこと？なんかスカスカに植えたねってこと？そんな判定されるの？あ、広く植えるっていうこと？広すぎなの？これ全部の範囲使わなきゃと思って植えたけど、そういうわけだ。奥にチャーンがいるな。お主も経験者とは思えんぞ。夏の間は草を取りながら稲を見守っていくことになりまする。よりよく育てるには水加減も寛容と聞きましたが、これはまた後々でも良いでしょう。何よりもまずは草抜き刈り取りまではこれをお願いいたします。草抜きぐらいは誰かできるん違うか。あ、これから狩りと稲作を自由に進めることができる。へえ。品質は傘の方が上がりやすい。あ、そうなんだ。え、これ水は今入れな、後々でいいって言ってたか。今入れなくていいのかな。話す、お水入れていいの？もうこれ後々でいいかっつってたけど、何見てんのお前。お、わっぱよ、随分と熱心に眺めておるではないか。やはりおの子はみんな刀が好きなものが。いや、刀かっけえじゃ ん。わっぱっておめえもわらすでねえかわしゃ大人じゃ。いや、まあ神様的には若輩者って感じなのかな。女神じゃぞ女神。お主もおの子ならもっと憧れ敬わんか。しゃねえ。まず神様ってとこがうざんくせえし。金太こいつ生意気だな。生意気だなおめえ。そもそもおめえおなっこだ。はあわかんだろうがよ、見たらよ。どうした？あまりの怒りで胸が。お主たちだけで話してくれんかこのわっぱ今日食うか。強くなりたいのか。足雲かっこよ。刀ば振りてえわけじゃねえ。うつも手細工でかじいでたからな。なしたてこんな偉いもんができんだ。この刀には到底及ばぬが、我も包丁くらい打てる。足蜘蛛すげえ。足蜘蛛めちゃめちゃ仕事できそうだな。戦えるし。教えるにはカジバがいる。もしかしてカジバを立てるのに木材がいるとか言い出すか。神様、お仏様、うわー
人間嫌いねえ、私神様になれない、やだ、こういう時だけ神様頼ってんじゃねえぞ。おいえ、神様超大変じゃん。だっておいらここから離れられねえべ。なんでさっきのこと謝っから、おいらが悪かった、この通りもしょうがねえな、謝ったんなら許してやるわ。あー、火事場さえあったらおめの、あー、お前は火事ができるようになるのか、いいね。めめ、まあ考えておこう、これで火事場建てれるようにな。うわー、火事道の始まりだって、粘土、石材、木材で建てるのかな。うわー、面白い。はいはいはい、これで火事場建てるのか。で、金太に食を与えてあげるんだな。これどんぐらい入れどんぐらい入れるもんかわかんない。ちょっと待って、カエル拾って、つくし入手ちょっと聞いてみるか、あいつに どんぐらい貼っていいもんなんかもわかんない。多分おそらくこれ自動でその必要な分まで入れるっていう感じの優しさじゃないことはなんとなく分かった。聞こう。水は足首が浸かる程度で良いでしょう。苗が新たな土に根付くまで優しく見守る。足首、これちゃんと見なきゃダメなんだな。あ、ミスったら抜けばいいんだよね、水。とりあえず入れれる、入れて足首かどうかまで見よう。雨も考えないといけないってことは、足首よりちょっと少なめがいいってこと？あ、なんか生えてきたよ。ほら、足首ぐらい、こんなもんか。なんかちょっと増えた？雨降ってるからかな。ちょっと抜くか。ちょっとだけ抜くか。雨で増えるとかすごいリアルじゃない。こんなもんかな。調べる。おー角に香り量味硬さ粘り気美しさ。私粘り気より硬い硬めのやつの方が好きなんだよな。粘り気少なめの方がいいな。調べる。雑草みたいなんてなんかさっき生えなかったっけ。これ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 、あ、抜く。はい、こんなもんかな。これ足首じゃない。え、足首じゃないこれ。そんな、え、膝まで水来てる。足首じゃない普通に。見え方じゃない。あ、調べるで見える。いや、足首じゃない、膝か、これ。上から見たら膝に見えるかもしれんな。これは足首だよね。これでほっとけばいいのかな。ちょ、怖いな。ちゃーんちゃーん、話す。こいつほんとちゃんしか言わねえな。調べる。あ、梅を入手。これ食えるのかな。え、これって日が暮れるまでどこにでも行っていいっていう感じなのかな、他の地域へ。え、ドア閉めてない。水入れるところでしょ、普通に閉めてないか。開いてた。開いてねえじゃねえか。え、し続けた方がいいの、ここを開け続けるの。でも雨降ってるけど、あ、分からん、とりあえずほっとこう。とりあえず探索しに行くか、他の地域へ。はい、で周辺を探索し総合探索度高める。あー、こういう感じで進めていくんだな。ここらへん、この赤いやつってなんだろう。赤い丸なの関係あるか。うわー、結の口その2その1。何これ。あー、こんだけ階層があるよっていうことなのか。はい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 、とりあえず行ってみるか。
よいしょ。ああ何いけるのか。結の口いくわよー、いくわよー、よいしょ。取れるわけだ。やることいっぱいあるな。おい夜の難易度そんなに高いんだ。あでも今結構時間過ぎてってるな。えこれ傷んだ食べ物って勝手に処分されてるんかな。もしかして今日私がどんだけ探索して飯取ってくるかによって今日の晩飯変わったりする？しょ。あいるわね。おい。からの落として打ち上げて。おい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 上打ち上げ打ち下ろし。ぽい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 。おーい、あ戦闘が普通に楽しい。私ちょっとここのパート心配だったんだよね正直。アクションパート探索パートか。探索パートって飽きそうだなと思ってたんだけど初め見た時普通にめちゃ楽しいわ。傷んだ食べ物は肥料に変える。へえ傷んだ食べ物は肥料に変える。なるほど。あ、やるわね。やめろ。そうだ倒れてる相手に打ち上げて。いいよ。あ落ちちゃった。あ失敗した。今めっちゃいい回避じゃなかった。 OK ナイス。あお肉、あ豚肉だ。きた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 。これでねから汲み取る要素もある。ほんま加工で痛みにくくすることはできる。めっちゃ楽しそうじゃん。まあ本当になんかめちゃめちゃ細かい要素がある牧場物語だな。リアル要素が多い。あー顧客が求めていたものだ。よいしょ。いいね。ちゃんとメスはいっぱい用意してるぞ。下も行きたいな。えこれインディーズのゲームなの？マジ？めちゃめちゃしっかりしてるんだけど。こういうのこういうのこういうのよ。牧場物語のそのあこれこのようなところに扉など。うんーやっぱダメか。あ夜はあ暗っ。ああーはいはい。こんだけ暗い。あ本当に見えないわ。え見えないね。やめといた方がいいかな。一回試しに行ってみようかな。あインディーからマーベラスが見つけた。なるほどね。敵来ないんだけど。こっちも行けるな。あんま探索しない方がいいかな。あー強そうや。帰ろあーなるほど。すぐこの探索からすぐ帰れるのもいいな。なんかこれって今ちゃんと途中離脱しても拾ったものって持って帰れてるのかな。めっちゃいいな。あ敵も一気に強くなる。これでみんなで飯食うんかな。帰ってみよう。夜はダメージ1ぐらいしか入らん。マジで。あ持って帰れてるちゃんと。オッケーオッケー。みんなただいま。ホタル出てるわ。カエルを捕まえた。七草入手で足若干水増えてる気がする。ちょっと減らしとくか。はい。こんなもんだな。雨降ってるしこんぐらいにしとこう。ここなやかね。傘増してるね。細かいわ。ここってなんか増えたりすんのかな。ここはただのなや。あなんかあった今。なんか今調べる的なあった。あ竹ぼうきを入手。武器かな。細かいね本当に。調べるで雨水で傘増えるとか超細かいなこれ。
前が飯作るんか、もしかして。 G G え飯、あ、さくな、この前はすみませんでした、謝ってる。あ、消し炭のような何かちゃったの。いや、さくな怒らないのすごいよね。自分が取ってきた食材をあんな消し炭にされたの出されて、お腹も空いてるだろうに怒らないって、わりかしできてる気がするんだけど、上達するのかな。あ、見るって分かりました。ヤナトで取れるもの、ヤナトの料理一番です。そうじゃな、あー、なるほどね。ヤナトで取れる食材はヤナトで作る、じゃあそのメニューで作った方がうまいわっていう話か。確かにね。これからも共に暮らし、炊事を任せるのであれば、わしらの口に合う料理も覚えてもらいたいのは確かじゃ。優しい。簡単なものから頼むか。こういうのはどうじゃ。さくら、ま、意外と優しいんだけど。やあ、よし、では食材が手に入ったらよろしく頼む。あ、なんだろう、し、どんぐりどんぐり、どんぐり、苦しゅうないぞ。失敗しても構わぬからのびのびと作ってみるがよ。さくら、優しい。言葉によってはうまく話せるものじゃない。今のは驚いたぞ。確かに、やーとか、なんかロシア、ドイツ、どっちだ。私勉強大好き、ヤナタのこともともと知りたいです。どんぐりって、でも確かに食えるのか。だがそういう朗らかで真面目なところ嫌いではないぞ。神様やってんじゃん、ちゃんと。なるほど、確かに思ったよりクソガキじゃないんだけど。ロシアはダーだっけ。ロシアってダーか。スパシーバ。どんぐりってなんか水に浮かしてさ、水に浮いてきたやつは虫が中身食ってるから良くなくてみたいな、中身があるやつは沈むから、それでなんかどんぐりチョキみたいなのをやった覚えがあるな。周辺を、え、疲れましたか、さくな。休むときミルテに話す、いいです。蔵の中を見る、はい、あ、消費期限とかある。麦は無限なんだ。はあ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 。盆栽、梅は1日から2日。ああ、なるほどね。こういう感じで管理されてるんだ。すげえ。献立を変更する。何か食べるますか。水、あ、ミルテにお任せで麦飯、どんぐり汁、うさぎ肉。え、これだったらめちゃめちゃちゃんとしたご飯なんだけど。え、楽しみだね。夕げ取るか、ご飯食べよう。おお、え、すごい、ミルテできるじゃん。カムヒツキ様は何故この鬼島をご所望になるのでしょうな。あ、豪華すぎる。あ、蓄えを考えて飯を作らなきゃいけないってこと。あー、腐る前に保存するか肥料にするか。あ、なるほどね。私がそうか、蔵管理しなきゃいけないのか。はい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 。うわ、めっちゃ大変だな。はー、なるほど。この離島は複雑な海流に阻まれ、地政的な要素でもなく、これという資源もありませぬ。わ、本当にリアルな生活だね。その上、限りなく湧き譲る鬼や、都に服従せぬ足蜘蛛族までおる始末。多大なる労を払ってまで手に入れるほどのものか、たけりび様もよくお首をかしげておられました。でも、どう掘っても面白くない話しか出てきそうにないことだけは分かった。この鬼島に何が隠されていようがわしの知ったことではないが、チョクを出されてしまったからにはやらねばならんのじゃろう。さくな、まあまあ頑張ってよ。もう少しシャキッとしろ。おいらたちはおめさ命ば預けてんだ。人の好みがどうなろうが、それこそわしりはどうでもよい話じゃわい。にしてはよく面倒を見てやってる。確かにウサギ飼ってれば肉は食べれるっていう感じかな。ご飯とき喧嘩良くないです。おひいさまもお気をつけなされませ。この狭い峠で仲違いは先がつろうございます。確かにね、仲良くやってこう。
麦飯、どんぐり汁、うさぎ肉の炙り焼き、団子、水は、これフルコースだな、本当に。わあ、満腹プラス19になった。技がプラスよ。これって飯食えば食うほど強くパラメーターが上がってくってことなのか。あー、痛んじゃった。これで水加減見なきゃな。あ、一応足首だけど、てか夏になってんだ。ちょっと傘高い気がする。もうちょっと抜いとくか。カエル拾う。あと雑草も抜かなきゃいけないのか。これしまってるよね。しまってる。雑草、雑草、どれが雑草だ。これか、これ雑草、雑草。この中で走っちゃダメとかないよね。雑草、雑草とか。迷ったら食べ物に聞けばいいのか。食べ物、食べ物終わり。夏の間は地道な世話が続きまする。草は稲の育ちを害しますゆえ、見かけた折はお取り除きくだされ。なるほど。なもんでいいかな。ちょっと多めに抜いといた方がいいとかあるかな。まあ今はしく、いやてか細かいなこれ。本当によく見たらこのさあ単位で水の傘が分かるってすごい気がする。あー、火事場の材料か。それもやらんとな。まあ、そのうち集めてくっから待ってな。じゃあ他の地域行っていろいろ進めとくか。湯の抜け穴ばっかり行ってるけど、ちょ、探索度 0% なの。ほんと全然。ゆいの口からまた行けばいいのかな。いや、なんか畑をこまめに面倒見れるっていうのがなんかすげえ嬉しいな。私は楽しいわ。田んぼの手入れしっかりせんと。あったって地獄見る。マジで ちゃんと飯持って帰んないとな。あ、ここはもうないんだ。そこはもう行けないんだ。他の地域行くか。一本穴行くか。あ、敵を討伐するもあともうちょっとで行けそう。行こう。これ食えなくなったら確かにゲームオーバーとかってあんのかな。ほいほいほい。ここら辺で必要な材料やって、火事場早く解放したいしな。食料集めしよう。おいおいおい。これさ、結構裏作業できる系のゲームってことでいいよね、多分。おそらく。いやでも米収穫するとこまでやりたいな。え、一人ずつ餓死して、え、本当？嘘で、嘘でしょ。嘘、本当？食えなくなったらホタルの墓待ったなしって。ドロップ食っちゃうじゃん、みんな。チャンがドロップ食うのか、もしかして。相手、え、飯食えな、そこまでシビアなのかな、もしかして。食えなくなったら死亡？シビアすぎる。あ、それはちょっとさすがにもシビアすぎる。はい、いいよ。はい、はい。あ、新たな地域、飛び石坂行けるようになった。はぁ、こうやって任務を果たしていくと行けるようになるのか。ちょ、チャン、それドロップやない？あー、でここか。ちょ、スズメ肉も買っとこう、今日の晩飯や。本当にまさかお前らを今日の晩飯にする日が来るとはな。え、いいな、なんかちゃんと食事がゲームと密接なあれになってるっていいわ。牧場物語とかも飯食えるんだけど、あれってバフになるとか、バフがかかるかどうかとかなんだよね。だからなんかちゃんとご飯を食べると元気に活動できるみたいな、そういう本当のリアルな感じであれがあるのはすごくいいな。でこれで他の地域、あ、間違えた、他の地域に行こう。おー、飛び石坂ここか。はい、採用
の2周倒す、飛び石をぶつけて敵を倒す、宝を入手する。なるほどね、飛び石坂。あの壁は脆そうじゃな、この岩をぶっ飛ばしてやれば崩れるかも。はい、そういうことか。盆栽ゲット、なるほど。これ、これをぶつけることによって攻撃できるって、そういうことか。あおらー痛い。あ、私もぶつかるんだこれ。あ、めっちゃ痛い、めちゃめちゃ痛いわ。はい、おい、体力やばいんだけど、こういう場合ってどうしたらいいんだろう。痛い、おらー、いいね、私死にかけてる、結構自分に当たって痛いんだけどね、ダメージ結構入るねダメージ結構、あ、粘土ゲットした。あ、非戦闘中、あ、ほんとだ、自動回復してる。あ、立ち止まりで回復、あ、優しいな、やっぱ神なんだな、ここら辺。自然治癒能力、あ、なんか自然治癒みたいな能力あった気がする、そういえば。はい、いいね。あ、これか、宝物 OK ゲット。おい、あ、これは待って、のいて、おらおらめちゃめちゃ気持ちいいじゃん、おらこれめちゃめちゃ気持ちいいこれめっちゃ気持ちいいぞ。あ、よしよし、豚肉ゲット、おらー、よーし、おい、石のダメージ超でかい。あ、粘土ゲット、よし、採掘ポイント発見する、できた。はい、いいよ、ね、集団にぶち込むとめっちゃ気持ちいいわこれ。武器のパワーアップとかもあるんでしょう、おそらく火事場があるってことは。おいか、先進んじゃおう。左上多分岩だな、あの上何にもないかな、ないわ。よいしょ、今日のご飯は確保できてはいそう、どうだろう。こっちかは何かないかしら。ほい、ここももろて、はい、え、もしかしてこっち正解かな。待って、あいー、気持ちいい痛い、握った、あ、気持ちいい。おい、倒れてる相手にも追撃したい。 OK、 いいよ、こっちが正解っぽいな。下もまだいけるけど、あ、クリアした後もいけるからいいか。抜いて、おいー、うおいー強っ。あ、新たな地域バンガードを生きるようになった。結構めちゃくちゃ解放されるの早いな。よいしょ、ちょっと下も見に行きますか、気持ちいいわね。あー、これを、これか、これが壊せるのか。待って、他に岩、こっちから持ってこなきゃいけないのかな。あ、待って、今上もあった、待って、今あった、あそこ行けるか。よいしょ、あそこ届くか、これ。とりあえずこれ持ってって、
いになりました。即時効果による自動化、はあ、そういうことか。ほい、これでどう？いけた？あ、いけた。ここは開いた。オッケー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 。あ、目標達成した。で、あ、いけた。よし、これであらかた行ったんじゃない？一回帰るか。今日お腹すいたし。アクション要素も普通めおもろいな。我が家帰ろう。で、田んぼの様子見て帰、飯食うか。田んぼの様子見なきゃってなるな。あ、こんにちは。こんにちは、神様しか言ってくんね。いや、やることたくさんやな。ようちゃん。あーちゃん。これ、あ、雑草も生えてる。うわ、本当に時間でめっちゃ進むな。朝起きて1回とかじゃないんだもんな。はえー、こりゃ大変や。確かにこりゃ田んぼの様子見に行くわな。こんなにすぐに変わるんだったら、ちょっと田んぼの様子見に行くって言いたくなる気持ちが分かってきた。で、足首で今晴れてるから若干多いかな。ちょっとだけ引いてみよう。そんなに気にするほどでもないかな。あ、1日が1月も、まあ、こんなもんかな。 OK、 飯食いますか。結構ご飯買ってきたけど、どうよ、材料まだ足りないか。木材とか取りに行かなきゃな。こんなもんか。田植えもん。え、じゃあこれ次起きたら秋になってるってことでいいんかな。ほい、こりゃ大変やわな。待って、なんかあそこあ、あ、雲だ。雲拾う。オッケーオッケー。何、花、雲が 35% まで来てる。木材取りに行かんきゃダメだね。ほいほい、雲 43% にまでなってる。もうそろそろ半分。声だめいかない。声だめどこにあるんだろう。ちょ、お前じゃない、玉じゃない、玉じゃない。はい、川屋どこだ。川屋外、違う入り口にあるとか。あれ、何ここ、裏口だ。こっちからも入れるんか。カエル拾う。ヒロ、あ、これか、かわや、もしかして。あ、汲み取る。え、汲み取れたけど。え、食べもん、食べもん、うんち取ってきた。食べもん、食べもん、うんち、食べもん、これうんち。あ、うんちなくなった。私うんちどこやった。うんちどっかやった。うんちどっかにやった今。私汲み取って、田んぼの横の板、これか、これ。え、うんち持ってなんか高いところに立ってる。あ、これか。うわー、肥料の基礎材と琥珀を投入し、養分の方、養分の方向性と量を決めましょう。あ、これ、あ、琥珀ってこれ肥料に使えるんかい。お金みたいなんだと思ってたけど、え、わからん。どうい
うバランスにしたらいいんだこれ。分からんけど一個ずつ入れてみようかな。あ、お金でもあるんだ。ちょっと分かんないけど、とりあえずこの1個ずつ入れて作ってみるね。最初分かんないわ。追加素材、肥料を捨てる。え、あ、でこれで待てばいいのかな。え、これってもう今肥料を入れてる状態って感じになってんのかな。状態熟成中、追加素材を入れる。おー、今熟成中。あ、完成は明日なんだ。でもとりあえず待ってみるか。うわー、マジで本格的だなこれ。雑草生えてない。あ、雑草生えてる、雑草生えてる。こまめにこまめに。でもなんか大きくなって気がするな。いいね。ちょっと産地熟成中ね今。じゃあ飯食うか。よし、ご飯食べよう。なんということじゃ。食材がもう腐ってしまったわ。食べ物腐る、仕方ないです。あ、保存食来ちゃー。保存食要素だ。お日様に肉干す、どうでしょう。なるほど。はー、あ、でもちゃんと本当に普通に料理できるんだな。指定された食材を見る手に加工して、あ、うさぎ肉加工してくれる。早速火に当てて白干しを作るのじゃ。手洗った。ちょ、うんち触ってきたけど大丈夫かな。加工品をつける。何か作るですか。あ、だしも作れんじゃん。え、これだし作ってよ。あー、作ってもらう。あ、見る手は勉強か2を完了した。豚肉の白干しも作ってもらって、だしもう一個作るか。え、これ全部加工しちゃったらまずいかな。こんな手、何か食べるますか。ああ、見る手にお任せにするとこういう感じになるのか。ああ、団子ちょっと、団子ちょっとなしにして、七草汁、うさぎ肉の炙り焼き、水でいくか。加工しちゃって大丈夫。加工しまくると終わるまで食べれないので飢えるよ。あー、加工に時間がかかるのか。すぐにできるわけじゃないね。ちょっとおやつ抜こう。これで献立作ってくれ。湯気取るわ。蔵の中見てみよう。あー、あ、なるほど。加工するとでも消費期限が無限になるんだね。あ、毎日狩りには行くから大丈夫じゃない。湯気を取る。飯食おう。いただきます。え、どうした田植えもん。なんだおっさん、食わねえべか。え、すぐ加工されるんかーい。でも皆は肉を食うことについていささかもためらわぬのだな。あー、食肉が進んだのってだいぶ後の時代だもんね。これどれぐらいの年代が想定されてるんだろう。なんだろうな、徳川の最後の将軍、徳川慶喜とかでも豚を食べてたっていうだけで豚一行みたいな感じの言われ方するくらい、なんていうか、まあなかったことだもんね。そりゃどういう意味じゃ。わしが取ってきた肉に何かあるか。あ、いや、そういうことではござりませぬ。我ら麓の柳戸人は肉食を、あ、禁じられてんのか、そもそも。このようなうまいものを禁じられておると一体誰にじゃ。寺というよりは五教ですな。右折紹介と申しまして、仏の教えの一つにござりまする。また仏か。そんなつまらぬものを聞く暇があれば、わしら神にもっと備え物をしたらどうじゃ。仏と神ってどういうあれになるんだろうな。神様的には肉食べる、いけない、わかりません。需要がつくって言うからね。私たち食べるだけ違います。理性ある責任ある。松本方言とか昔の有名なお医者さん、それこそ江戸時代の新選組お抱えの人なんだけど、その人も肉食べると需要にいいから食えみたいな感じで、新選組の体内の中で豚やらなんやらを育てて締めて食うっていうのが整備されたみたいなのもありましたね。私たち食べるだけ違います。理性ある責任ある。おー、いいこと言うな。
食べるだけ違うから神は人の下に動物作りました。はー、おー、フォロモス教だ。そう考えるか。あー、これがあれか、この人のもともといる国の宗教かなんかなのかな。金タヤユイ、あ、それ金タヤユイ、金タヤユイじゃない、金タヤユイはどうだ、親から何か聞かされてはおらぬのか。聞いた聞いた、村でも寺でもな。でも子犬の誰も守ってね、肉なんか村は当たり目のこと、寺のボツだって言い訳しながら食ってんだ。熱心に守ってたのはおさんだけでねえかよ。本当それかしだけ、タヤメモンって超いいやつなんだろうなっていう感じするわ。おだすよ、食えるものば食えないことに従うのは人だけだっちゃ。あたらこと真に受けるやつがいたとはな、つくづくは切れたもんだべ。真面目なんだな、田植えも。そんなことよりも結局食うのか食わんのか、美味しいから食おう。お主の分まで取ってこなくても良いのなら、わしはそれでも構わんのだぞ。こいつ一人で5人前食うしな。食わねえならその肉、こっちさえよこせ。すまぬな、この命ありがたく頂戴する。あ、いいね、その、この命ありがたく頂戴するって言って、食べる意識持たないとなって思うわ、やっぱ。忘れがちだけどね、図体の割にめんどくさい男じゃの。なんか食べることの大切さを学ぶな、このゲーム。大変だしな、食ってくのもなんか。ごちそうさま。ごちそうさま。美味しいもん食った。おー、じゃあ朝まで休むか、雑草抜いたせ。これで秋になるんかな。あ、つくしいたんじゃった、根菜芽。あ、小枝芽の中の堆肥完成してか、めちゃめちゃ雨降ってんだけど、こんなもん。角が4になってるよ、今稲見たけど。あ、何やら力が湧いてきた。あ、稲ができたから新しい武器を覚えられたようですな。稲がある程度育つと技が覚えられる。はー、なるほどね。夏の2日目か3日間ぐらいあんのか。おそらく稲の育ち方に応じて習得できる技が変わるか。はー、それが大抵の包装紙のありようにございます。あ、夏は結構降るんだ。牧場物語でもあれだもんね、台風来るの夏と夏だもんな。大抵のとはなんじゃ、わしはもっと偉いぞ。良いですか。武器は装備せねば使えませぬぞ、ドラクエで聞いた。主を堂々と無視か、なかなかやるではないか。これコンプ超大変そう。めっちゃ雨降ってる。じゃあブギー装備する。あ、持っている装備の中で秘められた力、進化を解放できるものがある。試したい。これ進化、はい。おあ、装備武器の攻撃力が5上昇する。あー、仕込んという、石に封じられたものもある。島のどこかで見つけたら装備に装着してみましょう。なるほど。あーはー、パキ飛ばしとか、え、待って、竹ぼうき装備できんこれ。え、あ、でも攻撃力16だけど、こっちは1なのか。だから術、術だから攻撃力じゃなくて魔法みたいな扱いっていうことなのか。あーあー、なるほどね。え、ちょっと竹ぼうきも気になるな。すごいねこれ、ユニーク武器。あー、なるほど、吐き飛ばし、どうなんだろう。あ、これでなんか マテリアか、マテリアみたいなのが装備できるところが、これは2つあるよみたいなことなんか。一回やってみ、あ、敵を吹き飛ばすのがめ、ちょっと一回これ装備していってみるか。やばそうだったら帰って装備変えよう。ただのお手伝い娘。いや、クワでもお手伝い娘はお手伝い娘っぽいけどな。引っこ抜いて、とりあえずまず雑草の世話してあげて、結構伸びてきたんじゃない。これも引っこ抜いて、あ、帰らなくても装備変えられるのめっちゃいいな。ダンジョン内でも装備変えられるのは非常にいいですね。よいしょ。あ、そうだ、ブギーブギーウギー、おさ、俺様のビギニー、用意しれろ、俺のビギニー。何を覚えた、これかブギーブギー。あ、
これか、あらた起こし、とにかくむちゃくちゃにクワを振りまくる武器じゃ。熟練するとさらに早く多く振り下ろすことができ、あ、熟練度とかあんのかこれ。あ、熟練度1ってなってるわこれ。ブーギーブギウギブギウギって歌だからこれ。あー、なるほどね。使えば使うほど熟練度ってマックスどれぐらいまであるんだろう。何かわかんないよ。これ横押しながら A で新た起こしができるってことね。はいはいはい。合奏の面倒見れた。これで OK かな。合奏 OK です。足首だね。そこ若干抜いとくか、雨降ってるから。あ、でも結構足首ぐらいまでかも。一応帰ってくるまで待つか。あ、順調に和血和血って読むのかな、分血進んでおります。どんどん高にぎやかになりますぞ。なんだろう、どんどん育ってるよっていうことを言いたいのかな。例えば肥料できたって言ってたけど、これどうすんだろう。調べる。おお、肥料巻いてみるか。はいはい。こうやって毎日巻くのかな。肥料って巻きすぎると良くないのかな、わかんない。肥料ってどんぐらいあげたらいいんだろう。生育段階、二次分血、核用。え、でもなんか香りとか量とか味とか硬さとか上がった気がするんだけど。あ、枝分かれしていってるっていうことか。どうなんだろう、なんか質みたいなのが上がっていってる気がする。田植えも、田植えもまだ水は引かなくていいんかな。うんちどうしよう。うんち一応また取って肥料干しとくか。汲み取る。肥料の巻くタイミングとかもありそうだよね。なんか毎日あげたら腐らせるとかもありそう。一応作っとくけど、一応作っとくけど、同じようなやつ戻る。ほいほい。あー、鉄腕ダッシュちゃんと見とけばよかった。なんか鉄腕ダッシュ見てたら普通に参考になりそうじゃない、これもしかして。鉄腕ダッシュの田植え会見たらめちゃめちゃ参考になるのでは。農林水産省の Q&A 見た方がいいのかこれ。あ、肥料は朝起きてから撒くといい。おかしいな。他の地域とりあえず行って進めていくか。絶対参考になる。くそー、絶対参考になるわ。見とけばよかった、真面目に。バンガド、あいつらこれよりややこしいことしてる。ほんと、ここ行ったことないね。行ってみますか。お、おお、どっこいしょー。ほい、えい。あ、なにこれ。あ、違う、待って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 、新た起こしやりたい。あ、これか、新た起こし。これどんだけやったら熟練度上がるんだろう。そのトゲいった。あ、これ、これ当たったらダメなんだ。採掘できるんかと思った。あ、あんまりやっぱあんまり攻撃力ないっていう感じかな。ただ石にぶつかって体力減ってる。あー、尖った岩ダメージ浮かか。言われんかったら気づいてなさそう。あ、敵をぶつける。おい、吹き飛ばせんかった。こういうことか。はあ、なるほどね。そう、武器やめよ。武器やめよ、クワにしよう。めちゃめちゃトゲトゲやんここ。あ、ミスった。あ、銅鉱石。待って、石とかさ取れるとこいかんと、あいつの火事場がいつまでたっても作れない。はい、おお、よくない。おい、あ、強い。強い。こいつ今勝手にダメージ食らってるな。あ、弾が飛んで、そういうことか、確かに。おい、ほい、ほい。あ、強いわ。いや、
チコピー君もトキオになれる。めちゃめちゃやりたいやん、そんなん。これぶつかるとダメ。おお、あ勝手に勝手にダメージ受けてる。私が行くまでもなく、はい、おいからの、あいいね、あ武器めっちゃいいじゃん。はい、これで空いた時間にバンドできるようになったらいよいよ TOKIO になれるな。おい、あと左もいける。おー、うまい、うまい、慣れてきた。銅鉱石よくない、石材欲しいな。いやー危ね、よいしょ。ダウンロードコンテンツでマジでこれ TOKIO とコラボしてほしいんだけど。ほいほい、盾やめろ、ヒルチャールみたいなことするのやめろ。ほい、あこうやって回避とか結構して盾かわすっていうか、痛い、え何それ。回復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 、あうわ爆弾がおる、ちょっとやめて、やばい、死ぬ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 、やめてこれもう私ご飯が、こうやって死んだらどうなるんだろう。そういえば死んだらどうなんの。おいおい、いいね、倒したい倒したい倒したい、やめてそれ、いやー今同時じゃなかった、今同時じゃなかった、ええでもこれ、え最初から、最初からになってるこれ、あれこれこんなんだっけ、あやり直しなのか、タイミングちょっと一緒だったな確実に。疑惑、あ待って、放棄になってる、放棄やめろ、放棄いらん、放棄いらん、違う違う違う、放棄いらん、不安にしよう。時間もあれも戻ってるね、満腹度、満腹度も前と一緒や、なるほどね。アイテムもなくなってるってことなのかなこれ、はい、なるほど、一回全滅っていうかやっちゃうとそういうあれがあるのか、あ拾ったアイテムな、もう完全になかったことにされるのか、えじゃあもうマジで死ぬと思ったらさ、あれなんじゃないの、マップ出た方がお得ってこと、もしかして、痛い、自然治癒欲しいけど、これ私がちゃんと飯食ってないせいか、はい、おい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 、あそういうこと、はい、おい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 、あ出た方がお得かやっぱり、あマップ出て逃げるのありか、なるほどね、やべえと思ったらメニュー開いて逃げる癖つけるか、よいしょ、なんかお弁当みたいなの持ってきて回復できたらいいのにな、それはできないんかな、あーお前なんてことすんの、本当に良くない、本当に良くない、本当に良くない、うわー、あ試食がない、強っ強っ、待って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 、ちゃんと飯食わなきゃダメだ、学んだわ、ちゃんと飯食おう、ある程度拾ったらちょっと帰ろう、ここ飯食って挑戦しよう、なんか結構こいつらも硬い気がする若干で、これまたほうきになってるわ、大きい、一回これさ違うとこ行かん一回違うとこ行かん、ピーシ坂とかもう一回で、これ石材手に入るんだよね、あと何が足りないんだろう、あ飛び石をぶつけて敵を倒すもあともうちょっとでクリアできそう、ご飯大事だなやっぱ、
方向キー入れてるからだ。はーい、難しいなこれ。お米は大事なんだやっぱり。ほらー、あ、待って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 、違う今石ぶっ飛ばせた。ちょっと待ってちょっと待って、今やってるところでしょうが。待って、これ絶対方向キー入力しちゃうわ。こうだな、落ち着いて打たんとダメだ。はい、待ってちょっと待ってちょっと待って、完全に立ち止まって、待って待って待ってって言ってるでしょ。オッケー、よいしょ。横押し込みじゃないようにしよっかな。横押し込みつけると結構大変や。うん、ちょっとでも入力されてたらこうなっちゃうな。おい、ここは違う。敵が待って、だって立ち止まらないとできないんだもん。こうしてのっけのっけのっけ、そっちに集まるのやめな、そっちに集まるのやめな、死ぬ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 。オッケー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 、いやもうダメ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 、帰ろ今日帰ろ、我が家我が家、飯ちゃんと食おう。今日の飯ちゃんとあるかな。こいつこれしか喋んね。畑の様子見に来たぞ。タニシ、あ、雑草生えてる、雑草取る、命大事。雑草大丈夫そう。いお、お、なんかここら辺で毎日見た方がいいのかな。虫とかあったりするんかな。この奥とかクモの巣張ってるけど、これ私どうしようもできないのかな。あ、クモ拾う、できた。でもつかない。これで雲が半面ぐらいまで来たけど、あやは右上、そろそろ分血は止まる頃でしょうか。そうなんだ。中星と申しまして、あ、ここらで一度今抜いていいの本当。え、もう抜いていいってこと、もう抜くの本当。確か火が増えすぎると森が、あ、三次分血って書いてるわ。え、なんかさっき二次分血じゃなかったっけ。これで水抜くのか。状況が刻一刻と変わっていく。水を抜く、あ、土を乾かして根をしっかり払わせる。この人のアドバイス信じていい。ちょっと信じきれてなかった、ごめん。あ、ウェモン、これで開けっぱにしといて。あー、でも確かに田んぼってこんな感じだった気がする。おお、あ、雑草雑草雑草は抜いて、え、なんか愛着湧くな米お米愛着湧くね。自分が育てた米かわいいじゃんこいつら、育ってんね。よいしょ、ちょっと飯、満腹度めっちゃ低い。今日はちゃんと飯食べるか。16、ちょっとさ、時間まで弱めんところで肩慣らししようや。竜の抜き穴とか行こう。木材とか取っとこう。多分ここだったらそこまでダメージ受けないし、飯取れるし、一石二鳥なのでは。あ、やっぱ爆乳米かな。爆乳名水で作る爆乳米でしょ。お米って水大切なんだっけ。え、台風って来るのもしかしてこのゲーム。嘘、牧場物語でマジで一瞬でやる気を萎えさせる台風みたいなのある。だとしたら私泣いちゃうかもしれん、これ台風来たらほんまに。おい、あ、やっぱここら辺の敵は弱いな。はい、
ここら辺は楽や。あ、冷たい水がいいとかあるんだ。飯飯ほいほい。この下ってまだいけないかな、やっぱり。あ、この草は、あ、小枝の中の堆肥が完成した。いいね。調べる。このお家かな。あ、ミスった。え、稲のかかる病気も全部ちゃんとあるマジで。それはやばいな、病気あるんだ。それあれじゃん、なんか見たことあるで、鉄腕ダッシュで葉っぱにさ、なんか変な模様が入っててさ、あーこれ何々やみたいなのを言ってるリーダー見たことある。あ、そうそう、なんかいもち、いもちやこれみたいなこと言ってるの見たことある気がする。え、病気来たら私マジでめっちゃへこむかもしれん。でもそういうこんなを乗り越えてやっと TOKIO になれるんだもんな。ダッシュブラで見たすごくない？これダッシュブラで見たってなるのほんと意味わからんよな。あ、強くない？今の身のこなし天才だったと思うんだけど。はいはいはい、ほい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 。テクイな今の。いや、テクイは慣れてきた慣れてきた。あい、飛騨米作りもう16年目。ダッシュ村ってもうそんなにやってるってこと？これ最初のチュートリアルもこのステージにそのままくっついてるんだな。よいしょ。ないな、ご飯、ご飯ないわね。わあ、ここでみんなと来たのももう昔のことのように思う。ほな、そろそろ帰るか。南福どもあれだし。あ、今は島開拓してる。そっかそっか、そういえばそうだったような気がする。はいはいはい、なるほど。これなんだろう、マップの切り替えで雑魚的切り替わったりするんかな。これね、多分見てるよりやってる方が断然楽しい気がする。私もプロモーションビデオとかで見るよりやってる方が断然おもろいわ。しかも今こうやって戦ってる間にも田んぼの様子めっちゃ気になるの。なんかおもろいもんな、自分って今田んぼ大丈夫かなと思うもん。そろそろちょっと帰って田んぼ雑草の様子見に行こう。田んぼ田んぼ、あいつらには任せてやらんね。田んぼ気になるわ。だって水抜いたところやからなんか変わってるかも。田んぼの様子見よう。雑草生えてるか。あらー、雑草は大丈夫そうかな。あ、いいねいいね。あ、肥料が負けますか。どうしよう。そういえば肥料、え、でも肥料を今日の朝撒いたところだよね。明日の朝まで待つか。あ、これ火事場もしかして。あ、やったー、火事場だー。落とし物ね、今に見ておるよ。やった、火事場作れるじゃん。進んだね、ようやった。え、これからお前やってくれんの道具。火を大きくするにはちょっと早いのではないか。できんのお前。風道の始まりを完了した。こん中か。やってんね。新しい素材場見つけたら何でも持ってこい。何か思いつくかも。試写でいいからな。なんか作るかや。え、欲しい。わ、石材足りないんだ。あー、石材、そっか、ここ建てるのに使ったから。ちょっと明日石材取ってきて、こいつに新しいの作ってもらおう。大元能とか欲しい。電光石火の威力は何々倍になる。採掘時に鉱物を入手した時 15% でさらに追加入手する。扇風機の威力がはてなはてな倍になる。あ、ちょっと待って、今日私4時までって思ってたのに普通に時間過ぎてる待って、楽しいよ、やめらんねえ。
この後出かける様子があるから今日。ちょっと待って、でも田んぼ田んぼみたい、田んぼみたいよ。よいしょ、とりあえず飯食うべ。あと加工品、何か作る、ある程度加工品作っとこう。これって持ってるやつ全部はできるわけじゃないんか。加工品作った、本立て変更する、何か食べるますか。こんだけ食うか、ちゃんと食おう。湯気取る、いただきます。収穫するまでやりたい。ところでお主たちが住んでおったふもとの世とはどのようなところなのじゃ。だってこれさ、裏でしてたらさ、ダンジョンとか回ってたらある程度進むよね、おそらく。わざわざ語るほどいいもんじゃ、いいもんじゃね。だって田んぼがさ進んでいくもんね、やってたら絶対に。さぞ暗くジメジメとしてカビ臭いのであろうな。そんないい笑顔で、おいな意味じゃねえと思うな。そう、季節巡っちゃうもんね。ふもとの世ももともとは美しきところにござりますが、長きにわたり戦と飢饉により、今では国は地図に乱れた。やっぱ上は人の心をすさませるな。戦と飢饉か、頂きの世に住むわしでも聞いたことくらいは。あ、知ってんだちゃんとそういうの。しかし不作の時にまで殺したいとはの、人のことは皆そのように頭が悪いのか。ひどいこと言うな。はこんはこったんねえのはどっちだか。不作だからこそあるところから取りに行くんでねが。なるほどな。あ、いずれも戦によってヨルベをなくすとおりもする。見る手は珍しい異国の民として人買いに、おお、人身売買されるところだったんだ。それがしも落ち武者狩りに追われ生き残るため致し方なく山賊一味、ああそういうあれで山賊になったんだ。地元の世が再び美しさを取り戻すには、皆が食えるだけの恵みと心の安寧がいるのでござりましょうな。飯がまずくなってきた。ご飯食べるとき明るい話しよう。フォロモスを信じましょう。あ、神様だっけフォロモスって。光の絶えずよみがえります。急に RPG みたいになった。あー、これ海外の神様とはなんかまた違うのかな。この日本の神様、あれの神様みたいな、まあ、住んでる世界自体が違うのかな。でもあれ、ここにいる皆は今こうしていただきのように来ているのだ。やがて帰るにせよ、まずは日々できることをやっていこうではないか。なるほどね。あ、ごちそうさまでした。ごちそうさま。満腹プラス 2? 嘘。え、少なくない？あれじゃ満腹度足りないの？朝まで休む。あれ満腹度あんまり回復してなくない？あ、でも101-102だわ。大丈夫だ。あ、そういうこと、上限が上がるってこと？っていうこと？上限が上がるってこと？びっくりした。なんかさっきまであった16ぐらいにプラス2しかされてないと思った。最大値がプラス2なんだ。あー、なるほどね。じゃあやっぱ食えば食うほど強くなってくんだ。なるほどね。で、これ、水引いたけど何したらいいの？中干しと申しまして、ここらで水一度引いた。聞いたけど今日は何だろう、雑草を抜くだけでいいのかな。あと堆肥巻くか、一応巻けるのかな。肥料巻いてみよう。はい、あんまり巻きすぎちゃダメなのかな、わかんねえや。一応肥料作るけどわかんないな。落ち葉これで作って取る。加減が分かんないからとりあえず試してみるしかできないな。肥料過剰すぎると枯れると。とりあえず2回巻いたぐらいで1回、ま、待ってみるか。なんかこいついいね、育ってるね。試行錯誤をしてって自分の米を作るんだ、ほら。なるほどね。で、今日の1日ぐらいは裏でやっちゃっても大丈夫かもしんないな。じゃあ今日はこの辺で終わりにしますか。いや、めちゃめちゃ楽しいわ、天水のさくな姫。私今日1回でなんかお試しでやってみようかなと思ってたけど、普通にやるわ、楽しい。
ということで、天水の昨年姫ご覧いただきありがとうございました。土日がちょっと配信お休みになるんですけど、明日がラムで、明後日が爆乳温度の 3D お披露目の切り抜きの方が単品で上がるので、そちらの方もよろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、ツイッターフォロー、高評価ボタンよろしくお願いします。それではお次に